昔も今も大人気 BNR34GTR のホイール入ってきましたよ。これ18インチで90万のに変わりんねえな。これお客さん詳しいっすね。これ単造ですよ。単造単で断片単しかあってですね。まあでも傷ひでーすね。走り屋の人が乗ってたんじゃないのこれ。ガリ傷いっぱいね。まあガリ傷ホイール修理工場で綺麗に直しちゃいますか。塗装もしちゃいますね。これキャップついてんの珍しいんじゃないの。珍しい。じゃあそれでこっちにあんのも昔人気あったんじゃないの。これ昔人気ありましたよ。クレンツェケルベロス、オーデッセイとかエースティマにつけてる人多かったよね。こっちはさっきの単造と違ってめちゃめちゃ重てんすよね。ほんでもってガレキズいっぱいあんな。これこれ大変だな。メッキだから削ったらメッキ取れちゃうもんな。これ好きな人はいいんじゃないの。好きな人は好きな人はリムのメッキ取れても買うかな。買うでしょ。今でしょ。今でしょ。じゃあそれでよかった。最後の一本出てきたけどちょっと曲がってる。確かにこれ曲がってから買う人いねえかな。その時は私にちょうだい。じゃあそれでいい。